はい、どうも、フメイダオです。今回ですけども、最新セレクトボックスが登場しまして、はい、こちら引いていきたいと思います。シンデーラね。まあ、目当てはシンデーラですね。で、自分これサバカの2ですね。で、まあ、できれば持ってないツム。で、ワートは常駐なんでいいんですけど、勇者ミッキーですよね。勇者ミッキー、レインボーティンク、レインボーティンクとクロウハザー。で、一応シンデレラ回収もしたいんですけど、今スキル3の 25% なんですけど、まあ一応スキチケ使えば4までは上げれるんですけど、はい。とりあえずシンデレラ最低1体確保と、この未所持を回収できるまで引いていこうかなと思います。ただちょっとね、第3弾のピックかセレボ、もしくは新ツムが来る可能性もあるので、ちょっと様子見で引いていきたいと思います。皆さん、引いたか引いてないかとか、ぜひコメントで教えてください。引いてない方もよろしく。よし、ワートとりあえず、常駐だからまあいいんだけど。デビッド・ジョーンズ。シンデレラ来い。クリストフはいらん。ガチのいらんやつ。頼む、頼む。うわー、おー、ラジャーじゃない。頼む、頼む。ディビジョンズ。やばいな。今のところ、闇ガチャです。いらない、いらない、いらない、いらない。魔人ジャファーいらないっす。よし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 、まだ10連しなくてとりあえずデレラ1体確保できるんで、でかいですね。未所持がまだ1体もゲットできてないんで、あーよし、もう正直ね、目当て、本当の目当ての2体はゲットできたんですけど、もうちょい引いていきます。デレラもう1体ぐらい欲しい。チェルナボーグいらねー。チェルナボーグはね、ツムが見やすくて、ツムスコアも割と高めなんでね、サブツムとしてはね、結構優秀っすね。ワート。いやー、300万切ってしまった。おー、勇者ミッキー。まあ、言うていらないんだけど、一体で十分なんですけど、シンデレラでいいんですけれども、いやーいやースキル4まで頑張っちゃう、これ。スキル4まで頑張っちゃう、頑張っちゃう。いやあ、最高か。撤退しよう。撤退しよう。神引きしてしまった。撤退しよう。いらないもんな。クローハウザーとレインボーティンクはいらん。これで撤退だ。間違いない。やばいな。神引きしたな。完全に。よっしゃー。という感じで。意外と温存できましたね。50万ぐらい使用したんかなっていう感じですけれども、はい。まさかの神引きしてですね、温存できたんで、まあちょっとね、次回のガチャがすごい楽しみなんで、はい。皆さん、とりあえずね、情報待ちがベストだと思いますので、はい。まあその辺については、昼間、に動画上げてるんで、ちょっと待ってっていうサムネの、サムネタイトルのやつね、見てない方はぜひそちらも見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ライブもやってるんでぜひ遊びに来てください。バイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日よ